エスビットのパッケージと、本体エスビットとは、エーリヒシュムズ・ブレンストフィン・タブラテンフォームの頭文字で、ヘキサミンを角型に成形した固形燃料である。商標であるが普通名称化しており、エスビットの子は、ヘキサミンを用いていない、他の白色で四角い固形燃料も指すことがあるため、注意が必要である。原材料はヘキサミンで、これを立方体、または、 ブロック状に押し固めて作られる。発熱量は約3万1 3 0 0ログラムである。主にキャンプ等の屋外料理用に使われるが、模型の蒸気機関車の燃料にも使われる。なお、エスビットについてアルコールを固形化したものという説明がなされていることがあるが、燃料用アルコール類を固形物に吸収させたものである。固形アルコールとは成分も異なり、 全く別のものである。エスビットは1936年にドイツ南西部のシュバーベンの製造者であるエーリヒシュムによって発明及び命名された。1933年、シュムはシュトゥットガルトに自身の名を冠した会社を設立し、エスビットをそのままブランド名として固形燃料とその関連製品の製造販売を始めた。販売初期には、 注意書きの不足と不要意な使用による事故が多発したが、主務者は改良と安全告知の徹底に努め、ナチス政権による再軍備によって拡大された軍への大量受注に成功したことから、同社とエスビットはドイツにおける固形燃料の市場を制覇し、ドイツの他にも70カ国に輸出され、固形燃料の代名詞となるほどに普及した。主務者は戦争によって、 大きな被害を受け、また、軍需企業であったことと、戦時中の生産に強制収容所の収容者を強制従事させていたことから、1945年のドイツ敗戦後には、社主の主務と共にその責任を問われたが、主務は自身へのナチス協力者の権威を回避すると、連合国占領軍への協力企業として、主務所の再建に努め、1947年には、 s ビットとその関連製品の製造販売も再開された。以後 s ビットは同社の主要製品として20世紀を通じてまた21世紀に至っても固形燃料の代表的な製品として製造・販売されている。マッチ1本で着火しそこそこの火力がある。条件にもよるがコップ1杯程度なら1個の燃料で十分沸かせる。 また2から3個の燃料にまとめて添加すれば火力が上がるので小型の鍋に入ったスープなどを簡単に温められる。燃焼の際に少量のシアン化水素を発生するので S ビットは屋外で飲み使われるべきで閉鎖空間で使ってはならない。適切に通風、換気された環境下であれば周囲の空気中のシアン化物の濃度は通常は体に 深刻な危害をもたらすほどには上がらない。個々のエスビットは、格差糖、または、ドウ糖の錠剤に似ているので、食品とは別にし、子供の手の届かない場所で保管することが強く、勧められる。またエスビットは吸湿性があり、燃料タブレット自体にも、独特の匂いがあるため乾燥した密閉容器で保管する必要がある。多湿の環境では容器にシリカゲルを入れると良い。 湿気を吸った場合は着火性能、燃焼性能が若干低下するが利用にさほど影響はない。開いた S ビット用ポケットストーブ内部に S ビットのパッケージが収められている製造メーカーは標準パッケージとして折りたたんだ状態で20個の S ビットを収めることができる電解や塩滅機交換性のポケットストーブを提供している。 標準的な S ビットのパッケージには2種類のサイズが存在し、ポケットストーブもそれぞれの燃料タブレットがぴったり収まるサイズで設計されている。日本その他では燃料タブレットパッケージとポケットストーブのサイズに応じて3種類のものがラインナップされている。仕様にあたっては開いて中に S ビットを置き、開くとごとくの役目を果たす部分に反応やコッヘル。 あるいは大きめのカップを乗せて S ビットを着火して用いる。ごとく部分は角度を可変させて斜めにすることもでき、乗せる反をその他の大きさに合わせて調節することができる。また、開いた状態では風防になる。しかし、効率よく使用するには設置方向を工夫するか、ストーブの周囲を石や金属板で囲って風を防ぐことが重要である。 このポケットストーブは、英語では、ヘックスミンストーブと呼ばれ、折りたためば非常に軽くてかさばらないため、登山者やキャンパーにも広く使われている。少量のものを加熱するための最後の手段の用途として、バックアップ用に傾向する人もいる。常日の折りたためる四角形のタイプのほか、タブレットを乗せる皿状の部分に、折りたため式の足がついているものや、 皿状の部分を中心として組み合わせると三角形になる風貌を五徳兼用の金属板で囲むタイプなどもある。第二次世界大戦中にはナチスドイツ軍に広く使われ、戦後も軍用としてドイツ連邦軍とオーストリア連邦軍では主食のレーションを温めるために使用されており、エスビット・コッヘルの公式名がある。フランス軍では使い捨ての簡易ストーブとして 曲げるだけで S ビットを乗せられるように加工された金属の板が、レーションのパッケージに含まれている。なお、この折りたたみ式、ポケットストーブ、特に S ビットコフヘルのみを指して、単に S ビットと故障、表記されている例があり、燃料である S ビットとストーブ本体が混同されているケースが見受けられる。しかし、S ビットとはあくまで固形燃料の名称であり、 ストーブのみを刺して、エスビットと呼ぶことは誤りである。なお、メタホルムアルデヒドは生物にとって有害であり、燃焼させると有害なホルムアルデヒドガスを発生させる。そのため、鳥置さんを屋内や閉鎖環境で燃焼させてはならない。また、燃焼させていない鳥置さんであっても、素手で触れることは有害であり、鳥置さんを扱った後に種子を洗浄しないまま、 食物や高校、鼻腔内、また粘膜や傷口に触れてはならない。英語日本語、ありがとうございます。